皆様こんにちは、スタイリストの三好凛香です。本日はこちらのリネンブレンドラペルワンピース、こちらの3パターンのコーディネートのご紹介と、それからこのオフホワイトに関して透け感を気にされている方も非常に多いと思います。ですので実際に透け感の検証をやってみましたので、それをご紹介したいと思います。まだ購入されてなくて迷われている方はぜひ参考にしていただければ幸いです。まず一つ目のコーディネートはラベンダーのワンカラーコーディネートです。ラベンダーのブラウスに、そして少し明るいラベンダーの細身のパンツ、そしてそのラベンダーを生かすように靴とバッグはベージュにして肌になじませるようにしています。オフホワイトのジレですので、他にですね、水色のワンカラーコーデも可愛いと思いますし、今年でしたらピスタチオなんかの薄いグリーンのコーディネートなんかをしていただいても華やかな感じになるかもしれません。色が明るい感じで全体的にまとめると、こういった感じで上品で、そして優しい、そういうコーディネートになります。こちらはオフホワイトのワンカラーコーディネートです。実はこのコーディネートが一番私がやりたかったスタイルです。ラペルワンピースとこのギャザーブラウスが全く同じ色なんじゃないかなと予想してたので、実際に見た時にもうぴったりで、本当にそのままもうコーディネートしたいなと思って購入しています。バッグと靴をベージュにして少しアクセントにしています。もちろん他のもっとアクセントカラーで華やかな感じにするのもいいかもしれません。このラペルワンピースをジレ風に着るときに、シンプルなニットとかでもいいんですけれども、このブラウスみたいにふんわりしたお袖のものを合わせることで、女性らしい雰囲気とか可愛い感じになります。シンプルな白 T にホワイトデニムのワイドパンツ、そして白のコンバースと、本当に普段着のカジュアルスタイルに上にジレ風に羽織ってみました。このようにジレをちょっと羽織るだけで全体の感じがちょっとおしゃれカジュアルになりますよね。もちろんこのホワイトデニムをストレートタイプですとか、それからセミフレアみたいなタイプですとか、そういったものに変えていただいても大丈夫です。あとスニーカーじゃなくてサンダルなんかでも真夏なんかはいいかもしれません。はい、こちらの方は初めの紹介動画でやってたコーディネートです。ギャザーブラウスに、そしてプラス J のストレートのデニム、それを合わせています。透けが気になる方はこの濃い色のデニムではなくて、もっと薄い色のデニムに変えていただくと透け感が少し緩和されると思います。ヒョウ柄のミュールで少しアクセントをつけて、カジュアルな感じでもちょっと大人っぽい雰囲気が出るようにしています。それでは透け感の検証をしてみたのでご紹介させていただきます。まず上下ともに黒を着た場合です。このような感じで少し全体的に黒が透けて見えます。あと特にですね、近くに来るとポケットのところですね、ポケットの袋がそのまま透けて見える、これがもしかしたら気になる方も多いかもしれません。黒っぽいものを着るときはできるだけ開けて羽織るような形でお召しになっていただくことがおすすめです。そして上半身のトップスを白に変えてみた時の透け感の検証です。上を白にするだけでかなり透けた感じの印象が変わってまいりますよね。このような感じで上のトップスを外側に出して着れば、ポケットの上の方はほとんど透けなくなって、下の方だけが透けるようになってまいります。これだけでもかなり透けてる感じの印象が少なくなるので、白のトップスに対して、そして黒のパンツだったら、これくらいだったら私は個人的にですがありじゃないかなと思います。
して上半身を黒のトップスで下の方を白のボトムに変えてみました。なおかつ上半身のそのトップスをあのボトムにインにすることで全くこうポケットのところが気にならなくなりますよね。まあもちろんオフホワイトじゃなくて薄いベージュですとかライトグレー、そういう風な明るい色のボトムにしていただくとかなりこの透けは緩和されるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。皆さんのご参考になる部分はありましたでしょうか。リネンブレンドの素材ですので今からちょっと検討してこれから買っても十分に真夏の前までは着られるアイテムだと思いますので少し検討してみるのもいいと思います。もちろんですね、黒とかグリーンとかでもとっても素敵なアイテムだと思いますので透けが気になる方は色がついた方がいいかもしれません。本日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。